恋はいつも向こうからやってくる。それは舞の初単独飛行の直前でした。舞い上がれ。水島が去り、残った5人の仲間たち。気持ちを新たにパイロットになるため前を向いてまた歩いていく。とはならずに、舞は落ち込んだままでした。だけど、凛子と吉田、中澤たちは、次に向けて予習を始め、舞も誘われましたね。しかし、柏木がいない。やはり、他の3人は、舞や柏木とは違い、宮崎から一緒だったとはいえ、フライト過程では、水島とは違うチームだったこともあり、少しは余裕があるかもしれません。しかし、舞よりも柏木の方の落ち込みが大きかったというのは、彼は本当は仲間思いの人だったということなのでしょうね。そんな柏木からの突然の告白。舞も柏木に心が傾いているというのは見てわかります。夢と大切な人。舞の手のひらに同時に入ってきているようです。それをつかむことができるのかは、まだ先の話に。第49話のお話は、舞はプリソロチェックも乗り越え、いよいよソロフライト訓練、単独初飛行に挑む。無事に離陸した舞は、帯広の上空を旋回。そんな時、ふと隣を見ると誰もいない。これまでは、大河内教官、後ろには同じ学生の柏木や水島がいた。しかし、今は誰もいない。前に緊張が走る。そして、訓練最後の山場、前にとっては最大の難関である着陸態勢に入る。管制室で大河内教官と柏木が見守る中、舞は無事着陸するが、またしてもセンターラインを外してしまう。第49話はこのようなお話になるようです。柏木に告白されて浮ついた気持ちはあるでしょう。恥ずかしさと、もしかしたら嬉しさと、何とも言えない複雑な気持ち。舞にとって初めての感情だと思います。舞の初恋は単独飛行の直前でした。恋はいつも向こうからやってくる。本当の恋は自分がやろうと思ってもなかなかできるものではないですね。いつも自分が思ってもいないところから湧き上がるのか、起こるのか、やってくるのか。舞の初恋は単独飛行の直前でした。第48話では、舞たちと共に宮崎から頑張ってきた仲間、水島。じゃあ、とさりげなく言い、父のもとへと帰っていきました。航空学校を去ってから、水島ストアの店長として頑張るのか、もう一度パイロットになるため再チャレンジするのか、彼は今後どうするのでしょうか。大河内教官は水島について評価した書類を見ていた。パイロットの卵の進路を断つことは大河内教官も望んでいないのかも。彼はバランスの取れたパイロットを送り出すため、少しでも不安を感じる学生はフェイルにするのでしょう。水島が航空学校を去って3日経ち、舞はまだ落ち込んでいる。フェイルになる彼に何もしてあげられなかった。彼女は自分を責めているようです。宮崎からずっと同じチームで、みんなに元気をくれる存在で。そんな水島がいなくなり、仲間はみんな寂しがっている。
水島がいなくなってもう3日よ。そろそろ元気出さないと。凛子は前に向かって言う。プリソロチェックが終わるとソロフライトが待っている。飛行機の飛ぶ範囲も大きくなり、一人で飛行機を操縦しなければならない。たとえ操縦ミスがあっても、隣に教官はいません。学生にとっては緊張感のある実習の始まり。野外航法のコースについても、今まで以上の予習が必要になる。学生たちも正念場を迎え、今まで以上に頑張らなければならない。水島がいない寂しさはあるものの、凛子たちのチームはソロフライトに向け頭を切り替えようとしている。吉田は野外航法のコースについて予習し、みんなに渡してくれる。もうこんなにまとめたんだ。助かる。凛子と中澤はよくできている内容に感心する。宮崎の時にはみんなにもたくさん協力してもらったからね。もう仲間からフェイルは出したくないし。さりげなくみんなをフォローしてくれる吉田。中澤は先輩からもらった使用済みのナビゲーションログ、後方の記録。凛子は山下教官からのアドバイスを提供してくれる。ソロフライトを乗り越えようと、みんなで協力し合う仲間たち。吉田は元気のない舞のことが心配なよう。舞は彼から、もし辛かったら教官を変えてもらうっていう手段もあるらしいと聞いて驚く。フェイルの学生の多くは大河内教官の班から出ているよう。今度は自分がフェイルになるかもしれない。そんな気持ちは彼女にもあるでしょう。彼女が落ち込んでいるのは、水島が学校を去ってしまったこともありますが、仲間がフェイルになるのを目の当たりにし、不安も増しているのかも。柏木もまた、水島がフェイルになったショックから立ち直れない。水島のことで一番感情的になっていたのは彼でしたから。彼は部屋に閉じこもって寝ていると、吉田の野外航法の予習を渡そうと舞がやってくる。柏木さん、入ってもええですか？彼女の声に慌てて起き上がり、机の前に座る彼。自分が落ち込んでいる姿を見られたくない。寝癖ついてますよ。残念ながら彼女にはお見通しのようでした。柏木がクールに見えて、実はそうでもないことを仲間は理解している。航空学校で共に過ごすうちに、仲間の絆も深まっています。私よりへこんでる人おった。舞がそう言って顔を覗き込んだとき、彼はドキッとしたよう。彼の体育館での告白未遂は、まだ尾を引いたままです。そして彼女は吉田から聞いた教官を変える手段があることを彼に話すと、俺は大河内教官から絶対に逃げない。どれだけ突き放されても呆れられても、俺が大河内教官を見返してやる。フェイルになった水島のためにも逃げ出すわけにはいかないと彼は思っているようです。舞はそれを聞いて、自分も大河内教官のもとで頑張ると決めた。消灯の時間なので、彼女は自分の部屋へと帰りますが、そこへ警備の人の足音が近づいてくる。航空学校は女子と男子の寮に分かれていて、原則は立ち入り禁止。夜に男子寮を訪問していることが知れれば、厳重処分になるかもしれない。
舞は見つからないよう食堂の机の下に隠れる。そこへ彼女の忘れ物のノートを持った柏木がやってきて、暗がりの机の下からいきなり手が出て足をつかまれるのは怖い。ホラー映画を思い出してしまいます。さすがの柏木もかなり驚いた様子。夜更けの食堂の机の下に隠れる舞と柏木。無事に足音は遠ざかり、彼女が立ち上がろうとした時、今度は彼がいきなり彼女の手をつかみました。どないしたんですか?と聞くと、なんと、俺、お前のことが好きだ、と彼は告白する。いきなり言われ、驚く彼女。今まで俺は、自分のダメなところを見せるのは、恥ずかしいことだと思ってた。でも、岩倉と一緒にいると、不思議と素直になれるんだ。そして、同じ気持ちでいてくれたら嬉しい、と。舞も嬉しそうな表情でいい感じでしたね。柏木は彼女の初恋の人になるのでしょう。初めての告白に戸惑う舞はくるみに電話する。くるみは舞も柏木のことが好きなのだとすぐに分かった。さすが親友です。くるみは仕事で忙しく、恋には無縁のようでしたが、救命救急の医師から仕事のお礼と差し入れをもらった彼女にも何かあるかもしれません。そして次の日、ソロフライトに出発しようとする舞は気合を入れていました。野外航法、うまくいくといいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。